朝プロジェクト。おい、ソウスケ、一体これはどういうことだ。SS レア確率アップで 15% 期間中なんだぞ。10連したら1枚は出るはずなんだ。のパピシアちゃん水着バージョンはおろか、50連回して SS レアゼロとは何事じゃ。詐欺か、詐欺なんか。どうなっとんじゃこのガチャシステムは。しゃあないっすね。じゃない、これは我が部の部費残高に関わる問題なのだぞ。生徒会室まで行くのだり、電話でもいい？110。それ本当の通報だから今すぐやめて。部費なんて使ってないよ。冗談冗談。そのソシャゲ絶対 15% も排出してないってもっぱら噂だよ。まあだるいから自分で確認はしてないけど。いやだって CM で言ってるもん、 15% って嘘なわけないもん。次の10連で必ず SS レア出るはず。合わせて5枚くらい一気に。ああ、いいかも。もし次出なかったらどう考えても回線識別で田舎民を差別してるとしか思えん。どうせ田舎民は声を上げんと思ってるのだろうが、なことはない。絶対抗議してやる。ネットで悪評拡散してやる。だからパピシアちゃん水着バージョン出てくれ、頼む。全部チャラにするから。
はっ。ダメだったっぽい。ああ、60連って18,000円。あればいろいろできたのに。部長殿の運の悪さは折り紙付きでござるかな。この夏はパピシアちゃんとサマーバケーション、それが我が輩の夢だったのに。ポロポロ、自業自得。バイトしよう、そしてお金を貯めよう、そしてまたガチャ回そう。しかも間もなく夏でごじゃる。去年の夏といえば進学なり就職なりを決める最後のヤンマンパと聞いた。遊びほうけていて良いのでくだるか、部長殿。ふん、我が輩は卒業したら実家のちりめん道にも継ぐことになっていてな、卒業まで遊び放題よ。ハハハハハ。見とこむんでくだるか。なんと部長殿は越後のちりめん問屋の跡取りでござったか。やっぱええわ、アイドラのメンバーかわいすぎ。
て、もうこんな時間。お兄ちゃん、そろそろ。何かね。うむ、また明日な。これは絶対絶対喜んでくれるっしょ、二人とも。でもお兄ちゃんの方から二人の記念日に何かしてあげたいなんて珍しいこともあったもんだわ。嘘ばっかり。いつも私が言うまで記念日自体忘れてるくせに。失礼ね、だけって。私はいつだって小粒で可愛い豆娘よ。成長期ってやつ？困るわ。クラスの男子の視線は熱いし、女子の視線は痛いし、中にはあいつシリコン入れたんじゃね？的な噂流されるし。入れるかってん？
天然物ですぞっての。ねえ、お兄ちゃんからも言ってやってくださいよ。え、確認のために触らせろって？どうぞどうぞ。で、触らせるか。じゃあボケないでよ。キャラクターからつい反射しちゃうじゃない。メインヒロインも？知らなかったのかよ。まあまあまあ、綺麗な花束。ありがとうナナル、サンスケ。おめでとう。これからも夫婦仲良くしてよね。サンキュー娘&息子よ。いやー嬉しいな。父さん幸せ者だな。買ってきたから後で食べましょう。あれ、ナナルは今ダイエット中とか言ってなかったか？やるやる詐欺か。失礼ね。やるわよ。やります。明日からね。やってから言いなさい。二人揃って漫画みたいなこと言うなや。大丈夫よ。若いうちは代謝がいいから、たくさん食べてもたくさん出るわ。そうよね、母さん。わかるわ。私若いからその感覚わかるわ。たくさん食べてもモリモリ出ていく感覚。何はともあれ、乾杯しよう。もう腹ペコだ。はいはいはい、私が温度取ります。
兄ちゃん、ちょっといい？録画したアイドラスペシャル一緒に見よう。アイドラメンバーの輝きは何度見ても変わらない。特にセリル。アイドラ飽きたとか言う？そんなやつは兄でも許さんよ。それじゃあ早速見よ見よ。やっぱりアイドラは一人より二人でワイワイ語り合いながら見るのが一番よね。そらそうよ。まず 1,2 回は内容をしっかりと噛み締めながら視聴ってのが基本なの。体の隅々、おっぱいの先までアイドラを染み渡らせるあの瞬間。やわへ。決まってねえわ。ただのアニメだわ。ちょっと待ってよ。女の子はいろいろと時間がかかるの。朝は特にね。なんか言った？お兄ちゃん。するかって言っても女の子のこれはもはや整形と言っても差し支えないかも。
私が朝弱いの知ってるでしょ。これ以上の早起きは死ぬから無茶言わんといて。はい、できた。お待たせ。ドライヤーだってここ1台だし、洗面所の方が手っ取り早いのよ。それにどうせ一緒に学園行くんだから、隣で歩く妹がちょっとでも可愛い方が兄として誇らしいでしょ。でしょでしょ。もし私が粉木じじいみたいな頭で、粉木じじいみたいな顔で、粉木じじいみたいな服を着て一緒に歩いても、まあそういうことだから、すべては兄を思う妹の心遣いってことで許してちょ。いただきます。はい、どうぞ。カツ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 。食事は逃げないからもっと落ち着いて食べなさい、ナナル。なんか最近やけにお腹すくのよね。成長期かしら、それとも妊娠？うわっ！なんだって？に？妊娠して食欲増える人もいるけど、それとガツイで食べるのとは別問題よね。ほら、ナナル、ご飯粒ついてる。冗談よお父さん、お腹すくのは最近に始まったことじゃなかったわ。なんだ冗談か。赤ちゃんの時からだったわ。
確かに赤ちゃんの頃からナナルはガツガツしてたわね。そういえば今日部長に借りてた漫画返すとか言ってなかった？ちゃんとカバンに入れたの？やっぱりそんなことだろうと思った。相変わらずすごいわね、ナナルのアシストは。まさに以心伝心というやつか。妹ですから。お兄ちゃんの好みくらいわかります。何よ、妹の完璧な仕事に文句つけるつもり？